初心者が最初に意識すべきことですね。まあ、なんかここまでの話で、人生のコンテンツっていうのを発信していきましょうって話をしたんですけど、まあ、まず一番最初初心者がどんな感じで発信をしていくべきかっていう、まあ、ここをちょっと話していきたいんですけど、結論、初心者最初にやるべきっていうのは、アクセスを稼ぐことに集中すること。まあ、これがすごいおすすめですね。なんでかっていうと、結局アクセス稼げれば後から収益が全然ついてくるんですね。だから最初は、本当にどうやってアクセス増えるだろう、どうやったら記事もって読まれるだろう、ここを考えてください。で、どんな感じにやっていけばいいかっていうと、ちょっと、今回メモ書きというか、まあ、こちらのポイントを用意してきたんですけど、これですね、これができたら合格っていう初心者向けに、検索ボリュームを理解しましょう。あとは、SEO を狙って記事を書く。あとはキーワード順位の変動を見る。この3つですね。で、皆さん今これブログやってる方聞いてると思うんですけど、皆さんこれちゃんとやってますかね。で、これもし全て理解している方だったら、そのまま継続していけば多分収益とか成果につながりやすいと思います。一方でこれできてないのに、なんとなく毎日書いてるとか、なんとなくブログ運営している。それだと、恐ろしいほどに遠回りになっていったりするので、ぜひもう一回考えた方がいいと思います。じゃあどんな感じで考えていくかっていうと、先ほどの検索ボリュームを理解するっていうのと、SEO を狙って記事を書く。あとは、キーワード順位の変動を見る。この3つなんですけど、これちょっと具体例を出していくと、例えば、検索ボリュームを理解するっていう時に、じゃあ、検索ボリュームとして趣味、スペース、週末、スペースまとめ、週末にやる趣味のまとめみたいな、まあ、そういう記事を作るとするじゃないですか。週末になんか趣味探してる人みたいな、まあ、そういう人はまとめ記事読むかもしれないじゃないですか。で、こういった週末、趣味まとめみたいな、このキーワードで月間どれぐらい検索されているかみたいな、まあ、これっていうのを、もしこの記事を書くんだったら、事前に検索ボリューム理解してないとダメですね。で、検索ボリューム僕実際検索してないんで分かんないんですけど、まあ、多分、まあ、1000回かね、500回とか、まあ、それぐらいだと思うんですね。月間500人が検索をしている、趣味、週末の趣味探してる人っていうのが月間500人みたいな、まあ、そんな感じですね。じゃあ、ここに対して記事を書いていったら、検索1位になったら、まあ、毎月500人が来るわけじゃないですか。まあ、大体1位になったらみんなクリックするので、まあ、正確には100、500ぴったりにはならないんですけど、まあ、それぐらい来るわけですよね。で、こういった、今お話した内容ってブログのめちゃくちゃ基礎の場所なんですけど、ここちゃんと理解してるかっていう、で、検索ボリュームどうやって調べるかっていうのも、これキーワードプランナーですね。こういったツールを使えば、出てくるんですね。で、これわかんないんだったら、一回そこを検索して、自分で調べないとダメですね。調べて理解しないとダメです。で、あとは SEO を狙ってどうやって記事を書くべきだとか、あとはキーワード順位の変動どうやってチェックしようとか、まあ、このあたりっていうのも、基本僕の、学ぶログ見てもらえたら全部出てくるんですけど、まあ、そこでしっかり記事を読んで、でまあ、流し読みするんじゃなくて、しっかり理解するまで読み込む。それがすごい大切だと思います。まあ、なので、初心者がやるべきことっていうのは、最初はもうまずアクセスを集めて、ここに特化すること、ここから始めてみるのがすごいおすすめですね。はい、というわけで、今回これぐらいにしようと思います。